はい皆さん、おはようございます。山山,山寮ですということで、ですね朝一からすいません、ちょっと速報と言いますか、お詫び訂正も兼ねた速報が入りましたもので、えー、こちらの方でね、えー、取り急ぎ、えー、紹介の方させていただきます。というのは、これ、鈴鹿の話題なんですけど、えー、こんな号外、えー、ネットさんでねこんな記事が出てました、えー。気になっていた餃子直売所、えー、破天荒本店チャーーシュー焼きを えー、3月1日リニューアルオープンしましたということで、えー、北玉垣町の、えー、チャーシューや企業鈴鹿玉垣店の建物では、えー、以前から破天荒の本社工場を移転するための、えー、作業が行われていましたということなんですね。何で謝ったのによって多分、えー、過去の動画を知らない方の方が多いと思うんで説明しておきますと私ねこのあの移転してますよという事実を知らなくて。 あの前を通った時に「あっんや清さん潰れたんや」と思っとってね、えー、その旨をね各、えー、動画でですね、えーっとあの 大阪に行った動画とかがあるんですけど大阪の南波の南波じゃない梅田の辺りをねこうブラッと見とった時にね企業さんがあってああそう鈴鹿のお店潰れちゃったんですよねっていう話とかねしてたんですけど大変失礼いたしました、えー、潰れたんじゃなくてねそのリニューアル工事をねずっとやっとったらしくてそれも工場を移転するっていう形なんで相当大規模な移転工場をやっておったということでえーそ その快走がついに終了しまして3月1日にチャーシュー焼き王がリニューアルオープンをしたそうです。おめでとうございます。ここはね、やっぱしね、名前の通りチャーシューラーメン美味しいですからね、私もね、大好きだったんですよ。 いや、失礼いたしました。ということで、あの、無事、あの、オープンをしましたよということなので、えっ、ー、と、場所は、え北玉垣町1663-2となっておりますので、えー、場所前あったところですよね、あの、マックス・バリューさんとかがいろいろ入ってる、あの、えー、旧道のね、23号の旧道の伊勢街道と、 国道23号線がぶつかるのであの、今、いろいろと工事やってる。はい、ということで、えー、ここではね、えー、チャーシューや企業さんとともに、破天荒のね、餃子やお弁当などをテイクアウトができるということなんでね、これはちょっと楽しみですね。はい ということでね、場所はね、こんなところですね。えー、マックス・バリューさんがあって、23号線とね、あの、伊勢街道ぶつかる、あの、リカーマウンテンさんとか、ね、山田電機さんとかがあるね、あたり、南の方行ったら丸葉の鈴鹿店があった、あの、えー、中尾さんとかがね、あったりするね。あそこですね。そうそうそう。あの、よく通るところだとは思います。で、結構ね、目に、看板がね、目に付くるところでございますので、あの、 するとといけると思いますあのスシローさんとかもね、同じ、あのこの敷地,地内に入ってますし、駐車場広いですからね、止めやすいですからね、あの、川場さんとかも入ってますから、ぜひね、あの、お買い出しとね、一緒にね、えこちらのえチャーシュー焼きを、鈴鹿玉、 がてんさねぜひあのお呼びいただければと思います。ちょっと、ね、うちの方で閉店しちゃってまして、閉店しました、ね。もうなくなっちゃいましたよ、なんてね言っちゃって本当に申し訳ございませんでした。ね、バリバリあの3月から営業再開ということでございますので、ねえー、私もね、えー、利用したいと思いますので、ねえー、ぜひ。あの 皆様もね、えー、よろしければね、ご利用いただければと思います。という、えー、紹介およびちょっと、えー、訂正、えー、お詫び訂正でございました。ということでね、えー、以降の動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。